はあ、大阪マラソン中止になりましたね、まあ、去年のね11月ぐらいから2021年11月ぐらいからこう練習を始めてましたダニエルさんのランニングフォーミュラででね一応大阪マラソンのためにこうフルマラソンダニエルさんのマラソン練習をやってきたんですけど、まあ、中止になってしまってでも結局ねこのマラソンの練習結局どうなったのっていうのがちょっとキャプテン自身すごい気になったのであの大阪マラソン 42.19km キロキロは中止になったんですけども勝手に 42.19km キロキロ走ろうかなと思ってます、はい、でそこで、まあ、ちょっとね皆さんの,、ね、あの応援をいただけると嬉しいなと思ったのでまた、えー、例によって、えー、タイム予想のキャンペーンをしようかなと思っています商品もねちゃんと、えー、ご用意させていただきましたでねちょっとね急遽やろうと思ってあのメーカーさんにいろいろ問い合わせてみたらもうね快く2つ返事で OK ですよっていう形で言われて でちょっとその商品の紹介をまずしたいなと思います。いや、いいですよ。はい、でね、まず、こちら。はいえ皆さんもね、キャプテンの動画見てる方皆さんよくご存知だと思うんですけどこのね、ショックスさん。ちょっと名前がね、アフターショックスからショックスに変わった、えー、骨伝導イヤホンの、えーもうね、巨人と言っても過言ではないんじゃないですかね。もう本当に、このね、骨伝導イヤホンをね、こう耳にかけてね、走るとすごく あの快適なんですよね,これねあの骨伝のイヤホンで皆さん、まあ、もう知ってるかもしれないんですけども耳じゃなくて鼓膜じゃなくて骨を通じて音が入ってくるのであの、ね、ランニング中あの、まあ、走りに集中してると思うんですけどもあの外走ることによって、ね、もう自転車車、えー、他の人なの外音を、ね、聞かないと,ちょっと危ないんですよ。なんですけどもここね普通のイヤホンとして耳が開いてるのでこちらからの音楽も聞こえますし外音もしっかり聞き取れるっていう。 素晴らしいです、骨前とは。で、今回ね、ご提供いただけるのはね、先ほどもお見せしたんですけども、はい、こちら、オープンランプロです。もうね、先、もう最近発売されたばっかりの超新商品です。はい、ちょっとね、こちら、えっと、ご提供いただけるにあたって、ね、簡単にご紹介をしたいなと思います、はい。オープンランプロ、最新の機種でもありますので、全モデルのエアロペックスと比べて、 音質向上してます、はい、第9世代の骨伝導技術が使われておりまして、もうね、音質がすごく、特に低音がね、すごくよく聞こえます。本当にランニングしてて、もう本当にクリアな音楽がね、聞こえてね、すごく楽しいです。はい、充電時間の短縮。一応、クイックチャージ機能があって、これがすごく便利です。ちょっと走りに行こうと思った時にね、充電がなくても、もう、ね、5分充電するだけでね、1.5時間使えるようになります。も、ま、う、あ、十分です。で、他にもノイズキャンセリングマイクというものがついてまして、これ違ってマイクもついてるんですよ。なので、あの、普段の、 通話でも使えますノイズキャンセリングがあることによって自分が発した声が、ね、クリアに相手に届けるという、ね、素晴らしい機能もあります。なので、ね、今、ね、あのホームワークとかされている方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、家の中でも外でもこれを使うことによってクリアな通話をすることができます。 再生時間も連続使用時間もですね10時間とねほぼほぼ丸1日、まあ、1日8時間労働と考えてもつけっぱなし電源をオンにしたまでも十分使える長さとなっておりますあの普段ねランニングで使用しててももう全然なくならないんですよねまあ本当にまあ1日1時間走ったとしても、まあ、10日を余裕で持つでもしもなくても5分で もう1.5時間使えるようになるのでもうほぼほぼねもう特に電池の持ちを気にしなくていい形ですよね、はい、素晴らしいです大、ね、でねあの装着感も全モデルと比べてもう,もうこれあのキャプテンの頭の形によると思うんですけどすごくねフィットしてます、はい、でね今回ねこの素晴らしいオープンランプロをねタイム予想キャンペーンの当選された方にご進呈したいなと思いますタイム予想キャンンペーンについてなんですけども、まあ あのフルマラソンの距離と同じ42.195キロをこのねガーミーの GPS で測定します、はい、ちょっとね距離の測定はもうちょっとねコロコロとか測る手段がないのでもうこちらを正解とします、はい、でワークアウトを作りましてあの42,195メートルのワークアウトを作りましてスタートからゴールまででワークアウトが終了した時点での、えー、タイム秒までですね、G 分、秒を当てていいただくという形になります、はいえー、同じ差の方が、まあ、複数いた場合はあの回答時間が早い方に1名のみという形にしてこちに1台いただいたのでもうこれを、ね、本当に1台の方にあげるということですねであとは、えーこのね、ロゴマークでおなじみアキ、えー、ランナ T シャツを診で、えー、いたします、はい、サイズについては当選者の方にあとで、ねえー、送り先とともにサイズをお尋ねしますので、はい、よろしくお願いします、はい、で申し込みは 概要欄の方にありますので、どしどし応募してください。はい。というところですね、あくまでももう42.15キロをただ単純に走るといったことになります。で、タイム予想の情報として、まあ、V.59 で今までずっと練習してきております。V. についてはちょっとね、あの、調べてください。はい。そこからがもうね、あの、勝負になってますのでで。 いいろろね動画を見て、どのぐらいのペースでキャプテン走るのかなとか、これぐらいならち後半、ちょっと練習足りてねえから、後半落ちるわみたいなね、そんな感じでやってもらいたいなと思います。で、コースなんですけども、コースはあの、海家のキャプテンがね、あの普段の練習で使って、ロング走とかで使ってる、あの、風光明媚な海家から弓ヶ浜半島の方までを、まあ、10.5キロを折り返しして、それをまあ2往復かなっていう感じにしております。で、当日はですね、あの自転車であの一緒にね、サポートしてくれるね、すげえ優しい、 方、まあフジタプロの後輩なんですけども、その方がね一緒についてしてくれるので補給はね一応まあえー、5キロごとにしてもらおうかなと思ってます。はい。なのであの途中でねあの死ぬような目に遭うことはないんじゃないかなと思っております。はい。タイミングなんですけども、まあ、大阪マラソンと同じ日、2月の27日にまあ、同じような時間に走ろうかなと思っております。はい。本当ねアフターショックスさんと急なお願いにもかかわらずねあの。 ご快諾いただいて本当にありがとうございます。これでね、あのキャプテンもね、楽しくねあの、走れるんじゃないかなと思います。で、見ている方もね、ちょっと予想しながら、まあ、ちょっとね、あのお申し込みとかめんどくさいかもしれないんですけど、まあそれをね、楽しんでいただける方がね、応募していただければ嬉しいと思います。はいまあ、当日まで引き続き練習は続けていきますので、まあ、42.15キロ、まあ、そこまであの、ね、タイムはね、 求めるんじゃなくてちょっとダニエルズさんの練習成果をどうなったのかなっていう、ね、一応ロールモデルとしてあの記録としてあの一つの物語というかとしてあの一応区切りをつけたいっていうのもあっても本当にねあの何フルマラソンの大会なくなってんのになんで走るのみたいな感じかもしれないですけどねあのキャプテンの心の区切りをちょっとつけたいなというところがありますなのでね、まあ、あのちょっと面倒くさいかもしれないですけどお付き合いいただけると嬉しいと思います、はい、ちょっとね商品も ご提供いただいたのであのきっちりとあのゴールまではいきたいなと思います。はい、いろいろあの規約とかは下の概要欄,概要欄とあの申し込みページにありますのでそちらからご応募お願いします。で締め切りがですね一応金曜日、えー、2月の25日ですかねの23時59分としております今。ちょっと1日前に区切っておいてちょっといろいろね情報収集して皆さんにまた公開したいなと思いますので、はい、ちょっととりあえず。 引き続き練習を進めて当日元気な体でフルマラソンの距離を 42.15km 走りたいなと思います、はい、それでは皆さんあのご応募と温かいコメントお待ちしておりますのでいや本当ねこのタイム予想した時に温、ね、かいコメントをね皆さんから頂けてねそれがすげえ嬉しいんですよ、はい、特にね抽選には何の影響も及ぼさないので好きなことを書いて頂いけると嬉しいです、はい、では頑張ります